かっちゃんがその実際の光景をね、うん、見て言い当てて、旦那さんが、その、ああ、まだ関ヶ原って続いてるんだっていう、そういうなんか、解釈をなされた方がいると。そういうツッコミだそうです。で、笑ってたんですけど、戦いがどうのこうのというわけじゃないんですよ。続いてるっていうか、続いてるっていうよりも、僕が、その、歴史の中に僕が入って、戦ってる映像が見えとるだけなんですよ。400年前の、400年前の映像を掘り出して、うん、その単純に映画を見てるみたいな感じで。そうそう。その映画、その実写映画を、本当に自分の目で、当時の光景を見てるっていうだけで。っていうよりも、本当に前も動画で話したと思うんだけど、スライドなんですよ。うん、カシャッカシャッっていう紙芝居が。カシャッカシャって紙芝居が少しずつ、降りてくるって感覚。だから関ヶ原って、だからムイ君に言ったように、これって短いのって聞いたの、戦いが。うん、カシャッカシャッカシャッって 3,4 枚で終わっちゃったわけなんですよ、僕の中では。それでようあんだけ喋れたね。だから関ヶ原ってムイ君短いのって聞いたら、短い、うん、短いって終わったの。本来だったら何枚かバーってくるのよ、現代のやつだったら。うん、だけどその戦いって、姉川の時もそうやったけど、うん、短いのよ。姉川はもうスライドっていうよりも、俺、僕の脳からその変な女の人から映ってるから、映像として来とるわけじゃん。ああ、そこは映像なんだ。そう。うん、悲しみの本当に滲んだ映像が映ってくるわけじゃん。うん、だけど関ヶ原の場合は本当に紙芝居、本当にパシッパシッって怒られる。断面断面、ほんだからどっかが抜けてるのよ。でその実際、あの世はだから実際にまだ死んでも400年経っても戦いが続いとるのかじゃない、戦ってはない、その幽霊さんたちも戦ってない。、うん、ああ、そうだから本当に何回でも俺僕言うんだけど、鎧をかぶった落ち武者が歩いてたっていうお化けをどうしても信用できんねん俺今。まあそれは、うん、それは多分動画で何回か語ってると思いたいんだけどな。それを見た、それを見たってテレビとか、うんうん、コメントとかテレビとかで、やるけど、うん、鎧をかぶった落ち武者ってどんな人？いや僕もほとんどその何、関ヶ原ってよう分からんかったけど、うん、関ヶ原の戦いを行った時に初めて知って、うん、立派な鎧をかぶっとるのってごくわずかなのよ、うんうんうん、戦ってる人たちってほとんど防具なしというか、防具っていうか、なんか本当に剣道で持っとるような、うんうんうん、胸当てだけ。そうまあ心臓さえ守れてれば最悪は回避できるからね。そうだからあんな立派ななんか鎧をかぶった影武者が歩いとるっていうのを見たこと、見てないんだよ俺、見たことがないんだよこの人生の中で。そのオーブでさまよってる幽霊の中で、中で、うん、よくあるやんテレビで、あれはまあフィクションなんだろうけど、うん、大げさにやっとるのかもしれない、立派な、あ、その重たそうな鎧をかぶって移動してる例は。だけど関ヶ原でそんな立派な鎧をかぶった人が死んだとこは見えてないもん。いや深手を負っとる人たちいる。まあまあまあ、それは戦だしね、うんうん、だけど関ヶ原で鎧をかぶってその落ち武者を見たっていう、その死んだ人が見えなかったけどな。まああんまり回ってないからかもしれないんだけど、だけどでも主要なところは回ったんだよな。徳川家康側の立派な鎧をかぶった人たちは無傷、ほぼ無傷だったぞ。、うん、まあそうね、戦う前から分かってた。だけどだから、ね、こっちの石田三成の方だって深手は結構追ってるけど、うん、鎧をかぶった人たちが死んだっていうのは見えなかったぞ。中堅クラスみたいなやつは死んどるのを見てたけど、だから終わったわけではない、終わってるんですよ。
ただ見えるのがそういう映像が見えてるっていうだけです、僕の中で。でもあれだな、関ヶ原で要はその今現存してる幽霊さんたちが戦ってないってなると、うん、多分どこでももう戦ってないな、よっぽどなんか他の戦場でも戦ってはいないな。死体とかが落ちてるっていうのは分かる。ああ、うん、死体がゴロゴロしてましたっていうなら俺も分からんでもない。うんうんうん、霊感のある人で、うん、どうだろうな、分かんないけどな。関ヶ原より後だと俺が僕が見てない、見えないだけなのかな、そういう落ち武者っていうの。そんな自動でそこだけフィルターかかることあります？わからない。いや、大将で、確かに大将で亡くなった人もおる。うんうん、うん、おるおる、戦ってね、うん、ある程度の大将は、うん、だけど落ち武者になるほど、なんか落ち武者ってさ、変な話、幽霊っていうかしにしろ落ち武者にしろ悔いがあるから出てくるわけじゃん。うんうんうん、悔いが残ってるっていうか、まあ何かしらの未練があって残ってる。うん、うんうん、だけど江戸のああいうのを見てるとさ、だいたい死を覚悟しとるんだ。だから変な話、飛び降り自殺してる人たちの幽霊でも結局は死を取り入れてる幽霊なんだよね。おうおうおう。でそれは死は取り入れてもやっぱしそんなにいじめられて、ああその何かしらが辛かったっていう、その その怨念は残るかもしれない。ああ、うん、だけど侍で死が怖いからっていうのは見た、まあ、感じ取れんかったな今回。もちろん怖いんだろうけど、その、うん、だけどさ、戦だ戦いだって言った時に、うん、俺は生き残りたいって思って戦っとる人はいないけどな。勝ちたいっていうのは全員持ってるけど、そうね、なんかその戦う意志があった人ではないね、うん、だけど死にたくないから逃げるっていう人はいない。死を覚悟していってる。うん、万が一死ぬかもしれないとか。うんうんうん、とまあそんな、まあとまあまあまあ俺ほんと心霊になるとこんなふうになっちゃうんだけど、石田三成だって自分が生きようなんて思ってなかったからな。まあ中盤で、あ俺は死ぬんだっていう、うんうんうん、うん、だけどなあ普通そういうわけだな。昔の心霊よりか今の方がジメジメして嫌だけどな俺は。ああ死んだ理由がなんかよっぽど辛いみたいなのが、うん、だからみな、戦いが続いとるわけじゃないです。僕の中で、僕の頭の中でシーンが、戦っとるシーンが出てきたっていうだけ。うん、その霊視してその昔の映像を見てで戦いが、戦が、関ヶ原の戦いが終わって、その後に2日3日ぐらい経ってから遺体を引き上げとるシーンだけが見えてるっていう。そう、野原のとこにたくさん血がいっぱい流れとるシーンが僕の中に映ってるだけです。